この構図ちょっと懐かしくない？こうやってなんかちょっとお洋服かけてある感じ、結構以前はよく撮ってた感じの構図なんだけど、久しぶりにちょっとね、春服ルックブック的なのをやろうかなと思いまして、まあ私はもう本当に春服、秋服がすっごい好きなんだけど、新しい春服もね、結構買ってきたので、それを使ってお洋服のコーディネートとアクセサリーやネイルまで揃えて、コーディネートを4つ紹介しようと思います。お、どうしたどうした。それでは春服ルックブックスタート。最近買った春服1着目がじゃん、こちら。見てかわいい。私は結構シュッとした生地より凹凸のある生地がすごい好きで、私はちょっとね、足が太い、下半身が太いのがコンプレックスなんだけど、ラインを拾いにくくて安心して履けるし、ですごく大好きなアイテムです。色合いもね、ちょっと動画だとちょっとピンクっぽく見えるかもだけど、シャンパンゴールドっぽい感じ。うん、長さもしっかりあるから身長が高い方でも履きやすいスカートかなって思います。じゃーん、こんな感じ。ちょっとベストをインしてジャケットを合わせてみました。こういうちょっとこうストンってしたシルエットのスカートにこういうジャケット合わせるのめちゃくちゃ好きなんだけど、ちょっとオーバーサイズめのジャケット、かわいいこれ。うん、このコーデはベストに青色が入ってるから、ネイルはこれにしようかな。フォームムの新色。リングはこれピンキーリングなんだけど、3色あって、ちょっとこのブラウンっぽい感じの色と水色っぽい色、このイエローっぽい感じの、本当になんか何にでも合わせやすそうな感じの色。かわいいねこれ。リングはこれと、結構さ、青とこういうブラウンの組み合わせめっちゃ好きなんだけど。かわいい。なんか本当に肌なじみのいい色しかないっていう。塗る色によっては結構なんか爪だけすごい浮いちゃうなみたいな感じになりやすいんだけど、本当にね、フォームのネイルはどれ塗っても綺麗になる。はい、そして2着目。じゃん。じゃじゃん。これも1着目のスカートと同じメゾンスペシャルっていう、私が結構よく見に行くお洋服屋さんのアイテムなんだけど、見てこれ、可愛くない？なんか私は昔からすごいブラウスとか結構袖がふんわりしたものが好きなんだけど、最近は結構最近はフリフリが多いものよりは、今日みたいな結構カジュアルでシンプルめなお洋服もよく着るようになったんだけど、私は別にそのふんわりしたアイテムとかフリルが嫌いになったわけじゃなくて、今もすごい好きなんだけど、ちょっとね、なんか気分的にカジュアルめでちょっと綺麗めな感じのアイテムももっと取り入れていきたいなみたいな気持ちがある時だから、ちょっと可愛らしい部分は肩だけで、他の部分は結構かっこいい感じというか、このね、袖とかここがすごく細くてスリットが入ってる感じで、ちょっとかっこいい感じ、綺麗めで、でこの襟元も大きい襟がついてるとかではなくて、ちょっとシンプルな感じ、フラッカーもかなりシンプルな感じで、なんかこのバランスがすごくいいなって思って、でこれまた素材がお花みたいな感じで、こうちょっと凹凸があって、わかる？
すごいね。1枚でも本当ちょっと遠くから見ると結構シンプルめに見えるけど、近くで見ると本当になんかいろんなところにこだわりとか可愛らしい部分があって、かなり気に入ってるお洋服です。こんな感じ。このブラス可愛い。本当にボトムスによってはインして着ても可愛いかなって。このコーデは結構可愛らしい感じだから、ピンクかな。なんかこのね、新しいピンク色、ちょっと桃っぽい感じのオレンジ味もある可愛いピンク色。このさ、キラキラも合いそう。可愛いんだけど、めちゃくちゃ可愛い。このちょっと水色にうっすら奥になんかベージュピンクも感じるような絶妙な、ピント帰ってきて。絶妙な色合いのリングにしようかな。これ意外と相性いいよね。このリングにしよう。めっちゃ可愛いんだけど、このピンク。やばい。かわいいって言っちゃった。本当に可愛い。やばい、めっちゃ可愛い。なんかすごく手がめちゃくちゃ綺麗に見える色してる。はい、そしてこちら、じゃーん。なんか春とか夏っていう感じのさ、なんか明るい色、かわいい。このこういう黄緑色って最近、なんか黄緑とか緑って流行ってるから結構あるんだけど、こういう黄緑はあんまり見ないなって思って買ってみました。さらにこの色もかわいい上に形もめちゃくちゃかわいくて、見てこの後ろ側、この後ろがこうたぐり寄せてあって、たぐり寄せるであってる、これ日本語、こういう風になってて、普通に何もせず1枚で着てもウエスト部分が少しキュッとなるから、本当にこれ着てみるとわかるんだけど、すごい自然にスタイルよく見せてくれる感じ。いや、かわいい。てかこれ黄緑しかないのかな。私はその店頭で見たから他の色があるかちょっとわかんないんだけど、いろんな色欲しい。ピンクとか白とか黄色とか他の色も欲しいぐらい、かなり気に入ってるシャツです。このシャツになんか肩パッド入ってて、こんなちょっと肩がね、シュッとなってる。逆三角みたいな感じになる。後ろの絞りがキュッとなってるでしょ。でなんかこう後ろが絞ってあるから、こう前もこう少しだけボタン止めて、下の方とかちょっと開けておくと広がって、ラインがすごい今っぽくてすごい可愛い。可愛いシャツ。このシャツキラがいいんじゃないかなって。この中に結構黄緑っぽい感じのキラキラも入ってるから、このお洋服に合わせても可愛い感じにつけられるかなと思って、これにしてみよう。リングはね、私このブラウンっぽい色、ちょっと琥珀っぽい感じの色、これがいい気がする。可愛い。このさ、リングはさ、ほんと何のお洋服にでも合うよね。結構ラメが細かめだから、一度塗りだとちょっとツヤっとする感じ、あんまりギラギラしないで、ちょっと控えめにキラキラってしてくれる感じ。二度塗りだと結構動かさなくてもちょっとキラキラして見える感じ。私結構二度塗り好きかも。かわいい。
そして4着目、なんか喉が鳴っちゃった。こちらじゃん、ブラウンのレザーのワンピースです。で、これもザラのワンピースで、結構レザーのアイテムだと秋っぽいんじゃないかなって思ったんだけど、まあ私レザーのアイテムそんな持ってないし、別に今でもいいかなって思って買ってみました。色味がね、結構この温かみのあるブラウン、このブラウンが私の手持ちのアイテムとかなり色の相性がいいなって思って買ってみました。ザラのワンピースは長すぎたりちょっと短すぎたりとかで、なんか絶妙に合わなかったりするんだけど、このワンピースはすごいちょうどいい丈だった。本当にスニーカーで履いても可愛いだろうし、パンプスで履いても可愛いだろうし、ヒールに合わせてももちろん可愛いだろうなっていういい丈。後ろ側にスリットが入ってるからレザーだけど、レザーだしこうふんわりしてるシルエットではないけど、結構歩きやすそうだなっていう感じのワンピース。こんな感じで結構可愛くない？サイズが、まあ、ザラのお洋服だからサイズが結構あったんだけど、私は S だとここが結構動きにくいなっていう感じ で、 L だとすごい大きかったの。なんかすごい大きくてストーンって見えて、あとこの紐がね、L だとかなり長かったからがね、このお洋服は結構試着した方がいいかなっていう感じがするね。ネックレスこっちの方がいいかも。すごいすごい、よいしょ。このコーデはインナーのニットが白いからこれかな、ライチっていうあんまり重たくないサラッとした感じのなんか爽やかな白。このね、さっきのコーディネートの時につけたこっちのゴールドと同じ石なんだけど、シルバーの方のこの不思議な色の石にしてみよう。このぷっくりリングのさ、このツヤツヤの水色、エメラルドみたいな感じの色、これブラウンと絶対相性いいからこれにしてみよう。本当にね、なんかさらっと塗れるホワイト、結構ホワイトってなんかパキッとした感じのが多いから、こういうホワイトって珍しいんじゃないかなって。このエメラルドっぽいリングはこう色物のリングだけど、他のリングともなんか合わせやすくて意外とね使いやすい感じ。はい、ということで久しぶりになんかルックブックっぽいものを撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか。本当に春服大好きでいろんなお店見に行ったんだけど、まあ、今回はメゾンスペシャルとかザラとかで買った春服を紹介しました。で、あとは私がすごい前からめちゃくちゃ好きで個人的にすごい買ってるこのポームムっていうネイルブランドのネイルとかリングも一緒に紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど、本当に。で、私が今回コーデの中に使ったネイルとかリングは3月1日にまた販売されるみたいです。なんか毎月ね、1日にネイルとかリングの新作を販売してるみたいで、また3月1日にも発売されるみたいなので見てみてください。なんか本当に可愛いからよかったら見てみてください。あ、このねジュエリーボックスもそういえば発売してます。これ紹介してなかったね。これめっちゃ可愛いんだよ。私が動画の中でこうやって紹介した2色以外にも、あとブルーとピンクがあって、見てこのおしゃれな色。本当にあのポームムって色のなんていうの、選び方、なんか私がなんかその偉そうで言うことじゃないんだけど、すごい色が可愛い、半端ない。ということで以上、うーこでした。バイバーイ。